バージニア・クレム。死後に描かれた肖像バージニア・エリザ・クレム・ポーは、アメリカ合衆国の作家エドガ・アラン・ポーの妻。ポーの父方のオバマ・ライア・クレムの娘で、二人はいとこ同士であり、結婚当時ポーは27歳、バージニアは13歳だった。幾人かの電気作者は、二人の関係は、夫と妻というよりも、 兄と妹に近いものであり、正式に結婚してからも決して肉体関係を持たなかったことを示唆している。バージニアは1842年1月に結核にかかり、この病によって1847年、ニューヨーク郊外の木造家屋の中で24歳の生涯を閉じた。結婚より数年前からポーは、しばしばバージニアの家族の下で寄居しており、結婚後二人は、 ポーの務めの便宜に従って、ボルティモア、フィラデルフィア、ニューヨークと断続的に移り住んだ。結婚から数年後、ポーは、フランシス・サージェント・オズグッドとエリザベス・エフ・エレットとの間のスキャンダルに巻き込まれた。このスキャンダルが、ポーの連情によって起こされたものだという噂は、バージニアに大きなショックを与え、彼女はその死の床でエレットが自分を殺したのだと訴えていた。 バージニアの亡骸は現在、ポーと共に、ボルティモアのウェストミンスターホールの墓地にあるポーの墓碑の元に収められている。バージニアの肖像画として信頼するに至るものは一枚しか現存しておらず、これは彼女の死の数時間後に描かれた水彩画である。バージニアの病とその死は、ポーに大きな衝撃を与え、ポーは、この時期から、自暴自棄になり、酒に溺れるようになった。 また、バージニアの死は、アナベル・リー、オーガラス、ライジーヤなど、若い女性の死を繰り返し描いた、ポーの作品に影響を及ぼしていると考えられている。ありがとうございます。